僅差ですね。それでは続きまして個人戦組手の部準決勝をご覧いただきたいと思います。矢原選手、森選手です。これも宿命のライバルです。この2人は、はい、しょっちゅう決勝戦で2人でやったりですね、はい、準決勝で争ったりですね。ここまで来ますと本当にどちらがということを言い切れませんね、はい、もうあとはもう気力とやっぱり運でしょうね。もっとも運も自分の努力から築き上げるもんですけどね。そうですね、よくあの運も自分で呼び込まなければいけないと言いますね、はい、どんなスポーツもいい選手というのは今のは、はい、しかし月からですね、はい、またの接近して伸び上がっている顔面について、はい、これやっぱり取りましたね。しかし矢原君のこの攻めは面白いですよ。もう正面から来るかと思ったら 裏へ回ってみたりですね、ちょっと単元すべからずこのなんていうか変化を持ちますからね。それだけに審判も大変ですね、見逃さないようにして。大変ですね。やめの後だから、いずれもこれ延長戦になりましたね、はい、まあ、両雄並び立たずという感じで延長戦にもつれ込んでいるわけでございます。まあ森選手の足払いというのは世界中に定評があってみんなもう戦々恐々とします。まあさすがにやっぱりベテラン同士だから足払いなかなか矢原選手も食わないですけどね、はい。森君も矢原君も実になんて言いますか、真剣な戦いやってますね。もうかけてるんじゃないでしょうか、優勝に。やはりもう目つきは全然違いますね。違います。あっ、惜しいね、今矢原選手のは自分からね、やって倒れながら、このうまく、はい、この人はね倒されながら蹴るしですね、はい、技がどんどん出るんです。ただ今のはそのこっちの矢原選手の蹴りをですね、はい、ちょっと距離が遠いってことで、はい、取らないで、はい、逆に上から突き下ろした森選手のこれを取りました、はあ、そちらの方にいいポイントがいったということでございますね、はい。まあ、矢原選手としてはこれがもう勝つチャンスじゃなかったかと思いますね。時間ですか。はい、そうするとやっぱり技ありがありますから、はい、森選手の方がやっぱりいいでしょうね。やはりそういうことですね。惜しいですね。しかし矢原選手 の勝負どころというところでのですね、はい、変化技っていうのは面白いですよ。見ていても